近い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 、これ見えてんじゃん。はい、ちょっと一旦切ってね再開したんですけど、セーブの前に切って、でそっからセーブして終わろうと思って一旦終わろうと思ったら、なんかねセーブ後に会話みたいなのあって、あ、そういうのもあるんやと思ってちょっと後悔しました。まあしゃあないな。これが上がってきたやつやな。悩むな、正面から行くか、脇道から行くか。まあでもスニーキングやからね、脇道から行こうかしら。張り付いたりできるみたいね。どこ開けるんやろ。サーチライトみたいなのもあるみたいね。伏せてたら死角が分からんのか。へえ。あばばば。はい。ああいいな、俺先見れるやん。いいねいいね。あの真ん中の何やろな、あれもレーションなんかな。あんなん取れるか。あ、2人いる、やばいな。ちょっと待つか、じっくりじっくりと、やっぱ潜入捜査やからね。あの上のやつ固定の敵っぽいな、動きおらへんわ全然。このオレンジのとか黄色の四角と青いのってなんかあんのかな。むずいなぁ、相手をこう無力化すんのバレずに。むずっ。痛い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 。よしよし、ほい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 。何倉庫もすごい心臓の音する。あ、説明が。あの定点というかね、監視カメラ的にこう配置されてるやつらはどうしたらいいかな。倉庫サプレッサー装備かな。サプレッサーがあれよね、ないよね。しゃあねえな。近い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 、これ見えてんじゃん。監視カメラ、監視カメラ。どうすんやろ。倉庫まで終わる。どうやってこう。あ、やばい、ちょっとヘルプ。
番やったっけ。85とか。ちょっと助けてくれ。監視カメラに注意しろ。チャフを使えば一定時間電波妨害が可能だ。チャフ。なにスネーク、無理しないでね。そうやん。なんか、なんかないんかいや。監視カメラの真し、あ、そういうこと。なるほど、いいこと教えてくれた。なんかあれやな、やっぱこう隠れながら行ってるからさ、息を潜めてまうな俺も。スタングレネードか、何かに使えそうやな。いやー、あいつ処理してからの方がいいな。オレンジは多分あれやね、人じゃないね。いやでも分からんけど、今の流れで行くとね。お、アイテム出た。レーション。何がそのね、扉的なものなのか。場所によってこうヒント変わるのかな。聞いてみよう。よし、武器を手に入れたな。武器を使うにはまず R2 ボタンを押しっぱなしにして武器モードに入れ、そしてそのまま方向キーで使いたい武器を選択するんだ。選択したら R2 ボタンを離し武器モードを解除しろ。君の手に選んだ武器が握られているはずだ。それぞれの武器の使い方はウィンドウに表示される説明に従ってくれ。 R1 ボタンを使えば武器の装備が素早くできるぞ。素手の状態で R1 ボタンを押せば前に選んだ武器を装備し、武器を装備した状態で R1 ボタンを押せば素手に戻る。銃はむやみに発砲するなよ。音で敵に気づかれるからな。サプレッサーを装備できる銃ならば銃声を消せるんだが、武器や兵器に関することは軍事アナリストのナスター社に聞くといい。ナスター社の周波数は 141.52 だ。めっちゃあるやん。141.52 ナスター社、サプレッサーの付け方を教えてくれ。ナスター社ロマネンコだ。よろしくな、ソリッドスネーク。あんたが大佐の言っていた核の専門家か。そうだ、核に関する質問があったら何でも聞いてほしい。それにこれでも軍事アナリストだ。兵器の知識でも君をサポートできると思う。この作戦には各緊急捜索チームの顧問として参加を要請された。喜んで引き受けさせてもらったよ。テロリストによる核攻撃など許すわけにはいかない。協力させてくれ。正義の方で随分と勇ましいんだな。実際に核が撃たれようとしているんだろ。核の問題というのは全人類にとって常に他人事ではありえないんだ。傍観はできないと言っても、今の私にできるのは君に助言をすることぐらいだが。いやいや、大事大事。それで十分だ。誰もあんたにここに来て戦うことなどは望んでいない。それは俺の役目だ。ええ声やな。ナスター社、よろしく頼む。こちらこそ。はい、というわけで質問。そのシャドウモセス島の核兵器廃棄所は今世紀初頭に作られた。廃棄核弾頭を一時保存しておくためだけにな。なぜ廃棄されたのならばさっさと解体してしまえばいいだろう。それができないんだ。解体した核弾頭から出る核物質、それを保存しておくための核物質貯蔵施設が収容能力を超えてしまっているせいでな。かといって第二次戦略兵器削減条約スタート2を推進する手前、核弾頭の廃棄をやめるわけにもいかない。そこで一時しのぎのためにこの孤島に核兵器廃棄所が作られたというわけか。
軍縮で核の脅威は遠のいたと思われているが、逆に今回のように廃棄核兵器や核物質を使ったテロが起こる危険性も大きくなっているんだ。皮肉だな。メタルギアの話ってさ、結構難しいからめっちゃ真剣に聞いてまうな。1993年1月3日に導入されたスタート2で米ロ双方の戦略核弾頭の配備数が最大3500発に削減されたんだ。中でも MIRV 化された ICBM は全廃されることになった。結果として1万5000発以上の核弾頭が廃棄されることになったんだ。ほうほう、ほんまにあった話みたいな。なんかもう廃棄された核弾頭はアドバイスが欲しいんですけどね。あれにするか。アドバイスおじさんに。スネーク、君来た。見つかったかも。基地の運営には換気が欠かせない。汚れた空気を捨て新鮮な空気を取り入れるための排気口があるはずだ、はい、それと膨大な電力を消費するためディーゼル発電機などを備えている可能性もある。発電には空気を消費する給排気口が必要だ。さらに信じられんことだが、陽動作戦に使った F-16 が特製されたハインド D にな。リキッドから我々に連絡が入った。今度またふざけた真似をすると容赦なく核を発射すると。仕事早いな。スネーク、潜入を急げ。もうじきハインドがヘリポートに帰還する。それはやばい。もう無理やり行ったわ。あれどうしてんかな、伏せながら行ったらバレへんのかしら。んだよ、怖えな。ネズミか。ネズミのいない方に行こう。よしよしよ。暗っ。見てるこれ。あー、びっくりした。これ出れないということなのかな。オペレーション的なもの。めっちゃレーションあるな。まあ最初ダメージ食らうの前提での話なのか。どうすんのかな。よいしょ。どっかからは出れるんかな。ネズミの方が正解かな。でも二人ぐらいで回ってるね。二人ぐらいで回ってるからうまいこと間に入らないと。おいネズミ、どけ。お、なんや。スネーク。お、マクドネルミラーだ。懐かしいな。マスター。ミラー。どうして？私はブーツキャンプの教官を辞めてアラスカに住んでる。ほう。君と同じく隠居生活だ。たまにはアラスカスカウトの教官をやったりはしてるがな。お互い世代交代の時代か。安藤さん。キャンベルから今回のことを聞いた。サポートさせてもらおう。マスターのサポートがあれば。マスター呼んでるね。サバイバル教官としての経験知識を役立ててくれ。それと私はアラスカに暮らして君より長い。アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数は 141.80 だ。そのネズミはアラスカハタネズミだな。心配するな。害はない。そんなことまで。野生のハタネズミは厚い脂肪層も持たず冬眠もしないのに骨幹を生き延びることができる。雪の下にトンネルを掘り、そこで寒さを耐えるんだ。サバイバルの専門家だな。見習うべきか。激しい一面もあるぞ。
ハタネズミの中にはメスと交尾したオスが、そのメスと他のオスの子供を殺す行動に出る種もある。自分の遺伝子を残すためか。よくできたプログラムだ。ネズミがいるということは出口があるはずだ。ネズミの向かった方向に行ってみろ。足音聞こえるんですか。でも、まあ、とりあえずネズミのいる方が正解みたいなことね。なんか早口やな、マスターミラー。お、ね、よう見え。ほいほいほい。ネズミと、ネズミって泳げんの？ふう。泳げんねや。すごいね。はい。行ってよ。左ね。これからはだから参考に。まっすぐ。単純に俺らから遠ざかってるわけじゃないんやね。もう一回話聞いてみるか。そのネズミはアラスカ。あ、一回ちょっとセーブしてみようか。コーヒーの鳥も美食にシス。こういうのね。新鮮の魚も宝珠にシスって格言があるわ。高いところを飛んでいる鳥も美味しそうな餌を取りに降りてきたところを殺されてしまう。深い泉の底に住んでいる魚も美味しそうな餌に引っかかって釣り上げられてしまう。ほうほう。高潔な人でも欲をかいたら失敗しちゃうってことの例えよ。スネークもアイテムに釣られて無理しちゃダメよ。はーい。廃棄された核弾頭はパンテック。同じことばっかり言うよ。しょうがねえ、進めるか。よいしょ。お、来たね。結構大胆に動いてもいいのかな。フロア移動はエレベーターを使え。どこかにエレベーターがあるはずだ。それを探すんだ。はい。結構大胆に。おっと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 。なんかあるな。危ない危ない危ない。エレベーターに対して特に反応するわけじゃないのか。てか別に無力化せんでも無視できないと無視しちゃったんやんか。ジェイコムバレット。いや来たけどタイミング悪いな。やっぱ無力化した方がいいな、これ。よしよしよし。怖い怖い。え、どういうこと？キュイーン。ちょちょちょ、それキュイーンが突然すぎて。あ、エリアに入ればいいのね。今一回。じゃあ一個下るか。
モヤモヤしてる。はい。レーダーを見て、ダーパ局長を捉えたわ。緑の光点で映ってる。あのモヤモヤか。早く助けてあげて。なるほど。モヤモヤ、下からか。ここやねんけど、はい、そこを登るにはアクションボタンを押せ、うん、はい、なるほど、上からのパターンか、これ。左、今回ネズミさんはいなそうやね。左、右なし、左、こちら。これどうやって下見るんや、下見れるん。はい、スネーク、ダーパ局長のレーダー反応はその辺りにある。どこか降りられるところはないか、うん、主観でよく探してみろ。主観っていうのは、まあ、この網やろね。いた。局長。誰だ。こそっと喋れや。助けに来た。ダーパの局長、ドナルド・アンダーソンだな。助けに来た。どこの種族だ。警戒するよね。俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。本当か。確かにテロリストの一味ではないようだな、うん、ならばここから早く出してくれ。大丈夫だ、心配するな。先に情報を知りたい。テロリストのことだ。テロリスト。奴らは本当に核を撃てるのか。どういうことだ。知らんのか。テロリストはホワイトハウスを脅迫している。要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。なんということだ。どうなんだ。可能だ、うん、奴らは核を撃てる。お、なや。どうやって撃つつもりだ。誰や。ここは解体した核弾頭を保存しておくための施設。しっかりと腹筋してたね。核ミサイルなんてないはずだ。それは表向きの話だ。聞いてるで誰か。ここである新型兵器の演習が行われていたのだ。兵器市場に残るな。何。地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する。核搭載歩行戦車。お、ここで来んのか。メタルギア。メタルギア。まさか。知っているのか。メタルギアは極めて機密性の高いブラックプロジェクトの一つ。どこでその名を知った。昔から多少縁があってな。あんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か。そうでなければ私がわざわざこんな偏僻なところまで来たりはせん、うん、メタルギア計画は全て破棄されたと聞いているが。いや、アームズテック社と我々の手で大きなプロジェクトに育て上げた。今回の演習を材料にして量産に移行する計画だった、うん、時系列が分からんから。やつらのどんなことになければな。決起。レックスはテロリストの手に渡ってしまった。レックス。メタルギアレックス。新型メタルギアのコードネームだ。もう奴らはレックスへの核弾頭装備を完了しているはずだ。聞かれてるとその道のプロだ。
兵器の整備取り扱いにも慣れている。おい、うるさいぞ、静かにしてろ。覗かれてる。そんな大きい声で喋ってた。しかし核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。ああ、パルのことか。確かにパルはある。2つのパスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ？そうだ。私とベイカーが1つずつ知っていた。ベイカー？誰だ？ケネス・ベイカー。アームズテック社の社長だ。我々2人の起爆コードを両方とも入力しなければ発射はできないのだが、私のパスワードは知られてしまった。何してんねん。喋ったのか。